はい、こんにちは、スペアというのめちゃんとベロちゃんです。今どこに来たの？ラブホテル、めっちゃ綺麗。マスさん、ラブホテルの方がさ、めちゃめちゃ綺麗じゃない？普通のホテルよりもね、ラブホテルの方が、ね、広いし、広いし、なんか可愛いし、ね、いろいろがあるじゃん。こっちシャワーとかめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。いくら？なんか広いしさ、普通のホテルとかさ、ビジネスホテルはめちゃめちゃ狭くない？ビジネスホテルめっちゃ狭い。やばいよ。え、これ何？これどういうこと？これ座る？わかんない、何か。え、どういうこと？何これ？え、わかんない。なんで穴開いてるの？そこでおどんじゃね？見て見てこれ、うん、コンビニ、これはすごいよね。あ、ベロちゃん、これやばい。これやばい、これ超大好き。え、何それ？クモンじゃねえじゃん。え、クモンじゃないの？え、あれ飲み物じゃないの？何これ、ストッキン、コンタクト。これは見ない方がいいよ。え、あ、これだ、教えたかったのはこれです。これ私の一番大好き。300円しますよ。見て、こんな綺麗、こんな綺麗で。あとこっち来て、これとかさ、うん、めっちゃいいじゃない？あ、ベロちゃんこれ好き？そう、超大好き、超大好き。なんだなんだなんだ、ブラックライト。おお、でっかい。え？で、ビジネスホテルのはさ、入るとさ、こうならない？あ、ちっちゃいね。こう、本当にこうだけどさ、まあ、でもビジネスホテルによるんじゃない、うん、うちらが行くとこはそれまでね。あ、そうなの？じゃあなんででかいやつに行かないの？高いからです。まあ、で、これバブルとか出てくると思うんで。うん。これはまあ普通だけどさ、おー、電気ついた勝手に。え？テレビでかい。ベッドもでかいし、全部でかい。なんなのそれ？マジで踊るところ？踊ってる。はい、ということで、まあ、ということで、ラブホテル好きな人がコメントください。チャンネル登録と高評価お願いします。はーい、アディオス、アディオス。